今日はサーモンが主役なんですが、お魚が主役の日はお腹がたまらないので、こういうちょっとお肉のものもう一品作ります。だいたい副菜だったり、もう今日はスープにしていきます。これ一口大に切っていきます。なるべくこの余計な油は取るようにします。なんか神経質になるほどではないんだけど、まあない方がね、少しヘルシーに。そしてキノコは、まあ、前日も他の料理に使ったこのキノコ、残ってるものがあるので、まあ、これ好きなキノコ何でも大丈夫です。食べやすい大きさにして火にかけていきます。油を、好きな油を引いて、そこに鶏肉を入れて焼いていきます。もちろんあの鶏胸肉でも大丈夫です。その方がよりヘルシーになると思うんですけど、まあ、鶏胸肉だとちょっとこう硬さが出たりするので、切り方こう斜めにしてこう繊維を断ち切るように切ったりとか、あと私は塩麹とか甘酒とかお料理によく使うので、まあ、そういう麹の力を借りてお肉ふっくらさせるようにしたりとかあのします。まあ、でももも肉の方がまあ柔らかくて食べやすさはあるので、今日はもも肉にしていきます。ここにこの好きなキノコ入れていきます。蒸していきます。こんなにしたらお水を 600cc 入れます。これが好きなのでこれを入れるんですが、まあコンソメでもいいし、鶏ガラスープの素でもいいと思います。このね、かやのだしのこのパックは1袋が大さじ1杯なので、ざっと大さじ1杯入れます。トマトも入れていきます。こんな感じでみじん切りしていきます。ちょっとねアクセントになればいいかなっていう感じなので、まあ、辛みが好きな人はこのままでもいいし、ちょっと辛みが苦手な人は水にさらしていきます。玉ねぎはしっかりペーパーで水分をある程度切って入れます。使っていきます。ちょうどねレモンを買おうかなと思って見てる時に、キューピー3分クッキングでこのやり方をやってるのを思い出して、これだとね味もこれで決まるので失敗することがないです。
のがめんどくさかったりするので、もう一気に洗って2日間ぐらいで食べることが多いので、もう切ってあるお野菜多いです。これやると結構なんていうか、ヒラヒラして可愛くなります。こんな感じで、こんな感じで混ぜていきます。今日はこちらがお買い得だったので、こちらを作っていきます。水分を優しく取ります。そしたらこんな感じでハーブソルト全体に振っていきます。切ります。こんな感じで揚げたらこういう感じで切れるように。でこれすごい便利で、適当にこうやって入れて使いたいものだけこういう感じでかけていきます。で足りなかったら足せばいいし、余ったらまた戻せるっていう、こんな感じでサラサラっと。なんとなく中がレアなので、こうパン粉がしっかりついてる方が美味しいイメージなので、ちょっといつもよりもしっかりめにつけていきます。この作業嫌いなんだよね。嫌だよね、手間だしね。美味しくなーれ、美味しくなーれ。じゃーん。おお、美味しそう。いいんじゃない。